ないですか、うん、ないです。結局あれって放送局が決めるやつなんですよ。ああの法律ではないので、あただ NHK とかがそういうのを決めて。なるほどね。バカチョンとかさこじきとかなんかこう、そうですね、ノリで行ってしまいそうな感じがあるじゃないですか。差別用語はね、そうそうそう、はいはいはい、もっとあったらいっぱいあったけど、でもなかなか言わないですよね。そうそう、なかなか言わないです、うん、たまになんかそういう、おちゃらけた番組とかでは、はい、言う人いる、うん、言うって言ってましたけど、うん、まあ、なかなか、なかなかね、最近となってはね、もうね、うん、もう当たり前のですね。うちも、特に放送禁止のその差別用語とか話す人いないですよ、規制しなくても。うん、ほとんどいないですね。ですよね。勉強にはなりましたね。うん、なりそう。あ宮城さんって言っていいですか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあ宮城さんはっていう話で言いたいですね。美味しかったんですよね。そう、そのうちの旦那がもうアストールじゃないですか、うん、だから今何バーガーですっけ。あ、ジャークチキンバーガーあ、ジャークチキンバーガーそう、昼間限定で、そう、こっちで、ね、食べた後だったのかも。あーっつってこれだったのにって言ってました。他に食べた後にこれ食いたかったんだ、そういうのみたいなあ、じゃあまた今度来なきゃね。最近出店が多くなって、野外出店、それでピッツァじゃなくてお店でチャークチキン。ピッツァもめっちゃ美味しいですけどね。いやあれはあれでちょっと外でやるのが大変なんですよね。発酵具合とか、あ、そうでしょうね、温度とか環境で。あ、ピザも、あとは職人の仕事なので、僕しか焼けないっていうのが一番ネックというか、まあ良くも悪くも、すっごい難しいんですよね。生地の作り方、扱いが。じゃあそこら辺もちょっと聞きましょうね。そうなんだ。こっちの上もジャークチキン。はい、プライム。やってますよ。やってます、やってます。ランチ。あ、そうなんだ。やってます。最近またね、ランチ始めましたね。丸美がクラフターさんでしか食べたことない。本当ですか？ジャークチキン。ここね、沖縄市とかにもありますよ、ね、そうですね、ラーメンカフェとか。そもそもジャークチキンを知りませんでした。あー、確かに沖縄の方が結構、うん、あ、多いですかね。気がします。向こう行くとあんまりないですよね。あ、もうしちゃったね。出身どこでしたっけ。福岡です。福岡、うん、いや、ずっと福岡、うん、もう生まれも育ちも、福岡から沖縄、はい。あ、結婚するために。あ、そうですか。何年目ですか。結婚ですか。あ、来てはやっと3年だったかな。おお、うちの嫁と一緒だ。あ、変わらないぐらいだと思います。3年なんだ。3年目ぐらいですね。そう、で最初ちょっと悩んだよね、うん、友達ができないとかね。そう、めっちゃ悩みました。だからもう呼ばしたんです。呼ばして、結構同じ壁がみんな待ってるというか。そうそうそう、来た人はですね、こもりがちになるから。そうそうそう、環境の違いもあったりね。ありましたね。そう、うん、いろんなことが面白かったです。スーパーが一番面白かったかも。なんで入れるんだろうと思ってました。ビニールの中に。おお、普通私たちの県はもうピッ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 
あのすぐクラッチを鳴らすんですよ。別にヤンキーとかなんでもないんですけど。遅いっつって。あのもう赤になってるの、青になってるのに進まなかったりとかさ、うん、プップって鳴らすんですね。でもなんかそれも、みたいな。鳴らすんじゃない？鳴らさないですよ、嫌いな人。進まないの。マジ？面白かった。優しいね。鳴らさんかもね。鳴らさないでしょ。うん、じゃあ始まります。はい。こんにちは。時刻は12時半を回りました。コートのことづてのお時間です。 MC はコートことスローヨガビックスインストラクターの石峰ことみです。噛んじゃった。海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後13時までお送りします。皆さん最後までお付き合いください。はい、ではですね、今日ゲストさんに来ていただいています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では簡単にで大丈夫ですので自己紹介お願いします。はい、宜野湾市伊佐にあります、ナポリピッツァとお酒が飲めるお店、マルミヤクラフターの宮城と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、宮城さん。はい、はい、まあ簡単にで大丈夫ですので、はい、お店のコンセプトあれば教えてください。そうですね、気軽に、うん、アメリカンピッツァではなくて、軽くてサクッともちっとした、うん、ナポリピッツァを、本当にもう気軽に、はい、楽しめる。そしてお酒も飲みながら、はい、なんていうんですかね、まあ、ファミリーも含めうん、うん、恋人とあと、はい、お友達と、はい、本当にもう気軽なに楽しめるお店をこっち作ったんですけれども。はい、実は私もよくお邪魔させていただいてます。ありがとうございます。いつもいつも。いえいえ、そうですね、はい、確かにナポリピッツァですね。そうですね、うん、アメリカのちょっとピザとはまた違った感じで、はい、そうですね。そうですよね、はい、結構定番のメニュー、うん、とは別に私お邪魔した時に、うん、はい、期間限定の、うん、ピザとかもあったんですけど。そうですね、それは、まあ、その時その時の旬のものとか、うんうん、あとは単品でしか食べれないものを、はい、トッピングに加えたりとか、まあ、いろんな掛け合わせで、はい、おすすめ出したりもしてますね。あ、はい、そうなんですね。ちなみに今お店にお邪魔すると、はい、どんなピッツァ食べれますか？今出してるのはですね、はい、うちの大人気商品なんですけどジャークチキンあるんですね。はい、でジャークチキンと、はい、無農薬のレモンを掛け合わせた、ピッツァリモーネという。すごい、はい、美味しそうです。もう聞いてるだけで。あと、そうですね、はい、香り、まあ、ジャークチキンの香りと、はい、これはトマトソースではなくてモッツァレラチーズと、うんうん、塩と、レモンの、うん、もう本当シンプルなんですけど、こうスパイスとレモンのいい感じの風味が、はい、いいですね。なんかもう聞いてるだけでお腹空いてくるなって感じなんですけど。デリバリーしました。よろしくお願いします。で、今お話伺ったピッツァの話だったんですけど、はい、ピッツァ以外にあるメニューあれば教えてください。ピッツァはそうですね、いくつかあるんですけど、はい、それ以外に、まあ、パスタ、はい、あとはお肉料理、うんうん、もちろんですし、あとはまあ単品でカルパッチョとか、うんうん、あと自家製のハムと、赤大根の、はい、こちらもカルパッチョですね。ちょっと変わったメニューも結構あるんです。はい、はい、そうですね、自家製ハムすごい惹かれました。そうですね、あとはうちは、燻製にこだわってまして、はい、はい、まあ、チーズ、やらあとはミックスナッツとかカモとかもありますけど、あとはそうですね、調味料も、はい、燻製するので、お塩、塩コショウ、醤油だったり、はい、まあ、いろいろ試しながら、はい、やってます。めちゃめちゃこだわりがもう今のお話聞いただけでこうぐーって詰まってるなってのをすごい感じるんですけど、はい、ありがとうございます。営業時間よかったら教えてください。はい、営業時間はですね、はい、ランチタイムが11時半から2時半、はい、あ、お忙しい中来ていただいてありがとうございます。本当ですよ。すいません、あと
とあのディナーが、はい、6時から、はい、夜の11時半ラストオーダーですね。あ、はい、なるほど、はい、12時、あ、じゃあそのラストオーダーがすみません何時でしたっけ。ラストオーダーが11時半です。11時半、あ、じゃあ11時半までに入っていただければ大丈夫なんですね、はい、そう、11時までですね。あ、 11、はい、あ、11時まで入っていただければ、はい、であの、はい、ピッツァの方は、はい、夜しか今やってないんですよ。あ、そうなんですね。ですです。じゃあ今もお話聞いてピッツァ食べたくなったよって言われる方は、はい、ぜひ夜に、ぜひ夜に、はい、そうなんですね、はい、じゃあちょっと、お店のあのこだわりたくさんお聞きしたので、はい、次はあの宮城さんがお店を始めたきっかけ、よければ伺ってもいいですか。はい、きっかけ、そうですね、ずっと僕音楽が長かったんですね、はい、もう若い頃ずっと音楽に励んでて、はい、なんかこう頭の片隅にいつかお店をやりたいなっていう、そのなんかこうぼんやりとした夢はあったんですけど、なかなか、踏み込むことができなかったりもしたりして、うん、はい、で今の、結婚した嫁と出会った時に、はい、彼女もいつかこうお店をやりたいねっていう夢はあったみたいで、でもまあお互い、割と安定した職にはついてたんで、はい、なかなかこうそれをやめてっていうところまでは踏み込めなくて、うん、でもまあね、人生一回なんで、はい、それを投げ捨ててというか、その自分のやりたい道に挑戦しようかっていうことで、うん、そこからずっとお互い勉強しまして、あ、奥様もそうですね、まあ、ドリンクも含めお店の経営やらで、僕も料理の勉強もしたりとか、で、まあ、子供もいたんで、はい、どういう形ならこの、まあ、家族感も含め、はい、お店としてできるかなっていうことから、はい、もう本当にお互いいろんなことを探りながら勉強し、はい、ずっと住んでて横浜を離れ沖縄に、あ、僕は沖縄出身ですけど、はい、沖縄に帰って、はい、3年ですか、はい、でそれでようやくこうねお店をやって、はい、まあ今無事に一応ね食わせてもらってますけど、あ、はい、じゃあもう奥様は本当公私ともに良きパートナーなんですね。そうですね、もう本当生活も含め、うん、趣味も含め、うん、仕事も含めですね。あ、素敵ですね。いいバランスでやらせてもらってますけど、はい、そうなんですね。じゃあちなみにその、はい、例えば今聞いていただいてる方の中で夢を持ってるけど、うん、この安定を手放すの、うん、がどうしても怖いなだったりとか、そうやって思う方って私結構お話聞くといらっしゃるんですよね、うんうん、私もヨガのインストラクターをしてて、うん、そのヨガのインストラクターに進む時ってすごい勇気いりませんでしたか、うん、みたいなことをすごく聞かれるので、うん、もしなんかその、はいはいはい、行こうと思ったきっかけみたいなのがあれば、うん、あります、なんかこれだったなみたいなのは。そうですね、なんだろうな、なんか僕の中では、はい、どの職種もそうだと思うんですけど、はい、まあ、努力はしなきゃいけないですよね、うんうん、で努力してると、本当に努力をしてると本当に必要な人が現れると思うんですよ、出会いが。あ、努力してない時ほど、はい、なんかこう変なことが起こったりとか、うんうん、タイミングが合わなかったりとか、うん、なんかこうズレが多分生じると思うんですよね、はいはい、だから僕は、まあ、僕の中の話ですけど、はい、本当に頑張ったりとか努力をしたりとか研究を重ねて、うん、今研究に研究ですよねだからそのなんか繰り返しで、はい、自分に自信をつければ、はい、もう今、ね、安定してるものとか、はい、まあ、収入も含め、うん、そういうものって、まあ、簡単じゃないけど投げ捨ててその道に進む勇気は生まれるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、めっちゃいい話でした、うん、ありがとうございます。なんか経験したからこそおっしゃってくださることですね、うん、なるほど、そうですね。じゃあまだまだこれからお話続いていくんですけれども、まずメッセージ募集してます。で、メールアドレスですね、797@fmginawa.comになります。で、あとはツイキャスと YouTube ライブで映像音声をネット配信していますので、 FM ギノワンのホームページから見ることができます。で、そちらもお楽しみください。では、それ以外にも
アプリリスラジですねをダウンロードして楽しんでいただくことも可能です。じゃあここでちょっと一曲、はい、宮城さんからのリクエストいただいています、ソッフェで君がいるなら。緊張するね俺。いやめっちゃいい話ですから。いやいやいや、なんか確かに確かに、でも本当に言いたいことができない人いっぱいいますからね。そうですね、ヨガのインストラクターとかも資格取ってても、うん、あの教室、その先生の資格も教室やってないと聞こえたりするんですよ、ね、確かに怖いですよね、うん、でもまあ僕は日本なら何でもできる気がするんですよね。日本なら結構なんだかんだ食えるじゃないですか。確かに確かに。まだ優しい、まだまだ優しい国だと思ってるんで。うん、確かにありますね。それは、うん、優しい国、まあ、国単位で考えたことなかったです。今まで言われるまで。そんだけ。もっともっと海外はシビアですからね。あ、やっぱそうなんですね。うん、そこなのか。うん。特に沖縄は、うん、超甘いんじゃないですか。もうやる気があれば誰でも何でもできちゃうような島だと思いますけどね。金銭的な面も、うん、仲間がいれば助けてくれたりとか、うん、それがその出会いが来るときと来ないときの基準が来ないときはきっと多分道がちょっとずれてるよっていう、僕なんか本当その分かりやすいんですよね。で自分がめちゃくちゃ本当にプラスの波動をこう出してる時こそ、うん、そういう人がポン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 現れるんですよ。だから、あ、今だ、今なんだなっていうのが、うん、こう僕自分の中でも分かりやすいっていうか。あ、なるほどな。だからこれが、そういう基準が持ってると、うん、なんかこう動きやすいですよね。一歩出す、足を出すのもというか、前に進むのが。と思う。なるほどですね。めっちゃなんか流れ、私このこと流れ玉って言うんですけど、人がこう聞いたこととかに共感しすぎる、共感したりとかしたことを流れ玉って言うんですけど、自分が聞いてないのにこうバーンってくる瞬間で、はいはい、流れ玉って言うんですけど、ね、結構ね、あの人と話してると思いがけないところでそういう流れ玉ってポーンってされる瞬間があってバーンってある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 これ私に言われてんじゃないかなみたいな当たる時あるんですよ、マジで。はい、流れ玉、なんか当たりに行こうって今は思ってるんですけど。あとは一番いいのは、もうなんか人と話してる時もちょっと背伸びして言っちゃう、はい、そうすると自分がそれになる。あ、なるほど、なるほど。もう背中を押すかのように、うんうん、そうそうそう、できてない自分に対して。なるほどですね。どっちも最後まで、あと1分半ぐらい、曲。じゃあその後、今日ちょっと新しいんです。ときめいた話をしてくれるんです。できると。あの、Facebook で上げてたやつは、また次から。あ、それも、うん、言おうと思ってます。だから、今ね、今のところ第一人目の候補は、チャゲアス評論家。多いね。うん、チャゲアス評論家。自称〇〇って言って、固いお仕事してる人でも、ラジオは楽しみにしてて、自称〇〇。自分がこう、熱く話せるように、はいはいはい。自称〇〇で。あれ面白いよ、このコーナー。専門性のあるやつですね。そうそうそう、オタクっぽい部分を、ぜひここで出してほしいと思って。なんで、なんかそういう方いらっしゃったら、ぜひ。おー、オッケーオッケー。はい、全然もう、全然使ってくださいみたいな感じで。いいっすね、一発目でチャゲアス評論家って。めっちゃ面白いんですよね、うん、なんか、かなりコアだな。
教授の愛を語ってほしいなって思って、面白いな、自称まるまるになれるんだったら自分何になるかなってすごい思ってたんですよ。なんだろうな、私ゲーバーのままになりたいなりたいでもいいの？そう、なりたい、その自称。じゃあ一回 CM に。はい、CM です。ゲーバーのままになりたいんだ。そう、多分ぶった切りたいんだと思う。あのゲーバーのままってぶった切るじゃない、だからダメなのよみたいな、多分あれをしたいんだと思う。だからダメなのよって言いたいんだ。うん、言いたいんだと思う。頑張んなさいっつって、ケツ叩いて、この最後あんたからやれるから頑張んなさいっつって言いたいんだと思う。スナックのママさんだよね。そうなんか、なんかスナックやったらすごい儲かりそうだね。本当ですか？いいんじゃない？本当かな？やれるかな？最近そういうのなんかみんな求めてるよ。あ、本当ですか？教えてもらう系のやつ。特に男の人は。ライブでさっき言ったみたいにちょっとこう弱くなってきてる部分があるから。いや、もう言いたいんですよね。はい、お送りしてます。この番組は高等のことづてです。 FM 機能1のスタジオよりこの後13時まで生放送でお送りします。では、あのこの高等のことづてなんですけれども、ゲストを来ていただいた方からですね、あのときめいたものとかこととか、そういうあの話をさせていただこうと思って聞いてるんですけれども、宮城さん、はい、あのときめいたお話があるということで。そうですね、はい、僕が、まあ、3年前に引っ越してきて、はい、今の物件に出会ってですね、はい、あのお店の準備をして、うんうん、まあ、開店をして、うん、ずっとこう気になってた店舗の裏側にあるちょっとした本当スペースがあるんですけど、はい、そこが、まあ、長年を通じてなんでしょうけど、みんながこうゴミを捨てていくようなスペースになってて、空き缶とかそのタバコなり、もう本当もうちっちゃなゴミとかありますよね。ありますよ、そういうスペースね。はい、そうです、はい、でそこをずっとなんか綺麗にしたいな綺麗にしたいなと思ってたんですけど、はい、もうオープンからずっとバタバタしてて忙しくって、はい、なかなか手がつけられなくて、うんうん、ある時そういうタイミングが来たので、ここを綺麗にしようと思って、はい、椅子のこと全部もう捨てたんですよ、うんうん、捨てて本当お気持ちいいなっていうスペースになったんですけど、はい、そこを、土埋めて、はい、肥料も混ぜて、自分たちのお店で使うピッツァでならのバジルとか、はい、お肉料理だったら、なんだっけ、ローズマリーとか、うんうんうん、あとはドリンクで言うとミントとか、はい、そういうのをいくつかこう植え始めてたらですね、はい、なんともうゴミが一切もう捨てられることなく、本当気持ちいいスペースにこう変わったんですよね。はい、そうなんですね。それを、まあ、気にというか、うん、なんかこう本当グリーンっていいなと思って、なるべく、まあ、自分たちのお店の店街中もそうですけど、はい、緑をこう多めにね、はい、飾るようにはしてるんですね。なるほどなるほど。うん、人をこうなんていうのかな、ゴミも捨てたくないぐらいの気持ちにさせるぐらいのパワーがあるのかなと思うと、うんうん、なんかね。なるほど、わかります、わかります。あとそのお野菜というか、はい、まあ、ハーブとかを今お育てになってるってことなんですけど、はい、結構なんか癒されません？癒されますですよね。もうこの成長もそうですけど、こう新しく生えた芽とか見ると、うんうん、あ、生きてんだなみたいなわかります。私もプランター菜園を、はい、やってるので、はい、すごいその気持ちよくわかるし、なんかちょっと元気ない時とかもあるじゃないですか。ありますあります。でなったらすごい心配になって、うんうんうん、このまま何がいけなかったかなとかすごい考えてやったりするので、すごい愛着が、そうですよね、めちゃめちゃ湧いちゃうんですよね。そう、命なんですよきっとね。そう、あれはなんだかやっぱ人間に必要なものなんでしょうね。でも本当に考えてみたら不思議ですよね、うん、今までゴミたくさん捨てられてた場所だ、うん、
ったので、はい、その場所に緑が来ただけで、捨てなくなるって、なんか訴えるものが絶対にあるってことですよね。あるんですよ、きっと。そうですよね。これはなんかね、最近こうやっぱ変なニュースしかないんで、やっぱそういうなんか今はねこう自粛モードじゃないですか。はい、そうですね。だからこう聞いてる皆さんもちょっとしたねスペースがあると、こうそういう風に活用してみるのもいいのかなとかね。いや思いました。うん、でなんか私一客としてなんですけど、はい、まあそういう理由だってのを知らなかったとしても、うん、普通にドリンクとかでミントの葉っぱが入ってたりとかって、うんうんはいはい、今ウォーターとかでも、うん、普通のね水とかでも入ったりするじゃないですか。そうですね。だからそういうのってやっぱ嬉しいんですよね。あなんかその生のものを使ってある、はい、フレッシュなものを使ってあるってなんかすごい嬉しく感じるので、なんかお店にもいいし、うんうん、ね、その捨てなくなったっていう環境、うんうん、そこを変えようって思って動いたからこそ、うん、そういうので、あこのお店いいなって思ってもらえるきっかけの一つになってるっていう、なんかそのサイクルがすごく素敵だなって思いました。うんうんうん、そう思ってみたらそうかもしれないですね。うん、そこまで、うん、意識はしてなかったですけどね。まあなんかやっぱ生のものっていいですよね。うんうん、フレッシュなものなんか、はい、こだわり感じます、お客さんとしても。もうバシバシ入れてるんで、もうモヒートなんかもうカッって。そうですよね。はい、なんでうちもそのプランター菜園やってるんですけど、はい、ハーブ系を育ててるんですね。はい、バジルとパクチーを育ててて、うんうん、で次の候補はミントなんです。おやっぱりそのハイボールとかにちょっと入れれたらなっていうのをやっぱ思ってる人たくさんいるので、はいはいはい、皆さん丸宮クラフトいただくともうすでに飲めます。よろしくお願いします。昼間からよろしくお願いします。ちなみに昼は、はい、お酒飲めるんですか？飲みますよ。昼はですね、はい、全品300円で、はい、ビールもカクテルももろもろ。あ、じゃあランチプラス300円で。はい、そうですそうです。あ、いいですね。めっちゃいいですね。はい、しかもですね、私よく行ってる客として、はい、もう一つアピールポイントとしては、その飲み物も普通のお店とちょっと違って、はい、ジンジャーエールとか、あそうジンジャーハイボールとか、はい、そのジンジャー、はいはい、生のやつなんですよね。生です、はい、そうだからすごいそれもなんか嬉しくて、はい、女子好きなんすよ。そうなんですよ。もう女子が好きなんですよね。本当ヒーヒー言うやつ。女子がねヒーヒー言うやつなんですよ。そうですあれそうなんかね私も食事を写真撮ったりとかするタイプじゃないんですけど、はい、なんかねああいうドリンクとかああいうご飯っていうのは撮りたくなるんですよね。あ、嬉しいですね。はい、僕らももうとことん女子を喜ばせるようにはい、はい、意識はしてるんで。そうなんですね。はいもう、はい、いや頑張って。だからそういう女子が喜ぶようにしてるお店ってことじゃないですか。そうですね。男性の皆さんよく聞いてくださいね。そこに連れて行けるっていうのがまたポイントが高いんですよ。いや本当そうですよ。そう、そういうお店に連れてってくれると気分がもっと良くなるんですね、女の子は。そうですね、はい、女子を制するはなんとかは制するですからね。何なんだろう。何を制する何なんだろう。そうでもなんか確かに私は主人とよく行くんですけど、はい、最近は主人私の家とお友達の家の間に丸宮クラフターさんがあるので、はい、主人も使ってます。あ嬉しいです。お友達と会う時は、はい、でお酒を飲むのでバスで行って。おーバスでちょっとバスでちょっと偉いですね。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。はい、もうナポリピッツァもおすすめなんでね。はい、ぜひ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 昼も夜もですね、はい、来ていただければなと思います。ありがとうございます。ちょっと早いものでもう30分ですね、時間になってまいりましたね。今日緑のお話も素敵だったんですけど、お店のねお話も聞けて本当に良かったなと、はい、改めてこだわりをたくさん感じることができました。はい、ありがとうございます。で番組に参加してくださった皆さん、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。お相手は高等でした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。楽しい週末過ごしてね。またねー。